アンリギスタブ・デルビーニュは、ハンブルクに生まれ、トゥーロンで母した、フランス陸軍の士官、発明家。軍人としては大位まで昇進したが、1830年のフランス7月革命が勃発した際に退役した。デルビーニュは、ライフル銃を技術的に改良し、実用的な兵器とした。デルビーニュが開発した、鉛の休憩弾を、木製の相談灯をベースとして支える。 方法重心内に市場を施し、重心内で加速される弾丸に旋回運動を与え、ジャイロ効果により弾軸の安定を図る方法は、15世紀終わりには知られていた。しかし、前装式のライフル銃では、弾丸の装填が煩雑になることから、軍用としては、狙撃銃として使用される程度であった。1826年、デルビーニは、 弾丸の装填を大幅に勘弁化する方法を開発し、彼の名前を冠したライフル銃が作成された。この銃では、銃内空の後部には、後径よりやや小さい薬室が設けられた。内空後部と薬室の接合部は使用する、休憩弾の直径に合わせて、球面上に作成された。創薬、弾丸ともには、銃口から入れるが、休憩弾は、銃の後径より、 やや小径であるため、銃口から簡単に落とし込むことができる。薬室は休憩弾よりさらに小さいため、休憩弾は薬室との接合部で止まる。重い作成で休憩弾を3回突くことにより、鉛の弾丸は変形してやや平たくなり、銃の口径まで広がる。これで弾丸を市場口に強く押し付けることができる。発射時には弾丸は市場に沿って回転する。 この方式の発展があったとして、デルビーには木製相談灯を弾丸の底部に装着する方法を導入した。これにより、鉛の弾丸が不要に変形するのを防ぎ、しかしながら、市場校にフィットするように、半径方向への変形は許容した。砲術師屋であるジョン・ギボンは、以下のように述べている、デルビーには、通常のライフル銃の重心内イの後部に薬室を設け、それを 重工から落とし決まれた弾丸を変形させるために使うことで弾丸装填の難しさのために戦場での使用に対する強固な反対をなくすことができ、不評にとって完全な改革といえるこの兵器の探求に弾みをつけた。この方式は1842年フランス陸軍に採用された。市場校に噛み込む半径方向への弾丸の変形は弾丸の回転を より効率的なものとした。問題点としては、弾丸が変形しすぎると、空気抵抗が悪化することであった。デルビーニュが開発した円柱、半球弾及び、円柱、円水弾。タミシエはこれに溝を刻むことにより、安定性を向上させた1830年から、デルビーニュは、円柱、円水弾の開発を始めた。 弾丸の安定性は、タミシエが弾丸に溝を刻む方法を発明したことにより、さらに向上した。しかしながら、この弾丸の溝のために、重心の市場校に対する弾丸の密着が阻害されることとなった。デルビーニュの発明は、フランスの陸軍士官であるルエティエンヌトーブナンによって、さらに改良された。東ナンは、薬室の中央に幹を設けることにより、 弾丸の変形を容易にするステムライフルを発明した。作杖で疲れると弾丸は市場校に対し半径方向に拡大し、また幹を包み込むよう変形するが、これにより空力特性が向上した。これらの発明はライフル銃の改良における重要なステップであり、その後継であるミニエー弾の開発にもデルビーニュは貢献している。 シャムロット・デルビーニュ M1873 リボルバー。ミリ 11mm、全長 24cm、重量 1.2kg シャムロット・デルビーニュ M1873 リボルバーは、デルビーニュとベルギーの銃器製造者である J シャムロットが共同開発したものであり、1873年にフランス陸軍に採用された。ありがとうございます。